じゃんじゃじゃん、はい、絶好調のラッキーです。今ねぐるーっとね、私がポツリで今突っ立っております。ここ辺りのね、周辺の、ね、景色見ていただいたと思いますけどもね、むちゃくちゃこのまたまた山に囲まれた環境でしょうね。でね、はい、今見ていただいたと思いますけども、ここ国道212号線、私今大分県日田市天ヶ瀬町におりますね。でね、天ヶ瀬温泉でね、ちょっとね一息してきました。一っぷら浴びてきたんですよ。めちゃくちゃ気持ちよかったな。ねえ、もうね、川のせせらぎ、川のね、はい、流れを見ながら露天風呂で使ってね、はい、のんびり一息つきました。でね、この国道212号線を走行しながら大分県郡楠町に向かっておりましたら、なんとこの道路脇にね、ちょっとね、めちゃめちゃちょっと気になる、なんかね、なんでこれ、川の流れでもないですけども、滝でもないですけども、なんか面白い風景見つけましたのでね、突撃ぶらり散策開始ということでね、わざわざボロ車、ちょうどなんかね、車が止めれそうなスペースございますので、今止めてね、今歩き出してその場所までね、徒歩で向かっておりますねえかんなんねいや、怪しいな、おじさんがこんな、大体こんな歩道歩く人いないからね、 ねえ、でも結構ね、通りがねえ多いな。いやー、でも寒いな。でね、その気になる場所っていうのがね、こちらなんですよ。はい、これね、上、あの電車の線路ですね、線路、これね、あの天ヶ瀬からね、ずっとこの線路を伝って楠を越え、大分県湯布院町、あの温泉で有名なね、湯布院町にも向かっている、はい、線路でございまして、実はね、はい、ぐるっと今ね、そのね、気になる景色のところまで来ましたけども、わ、ここ歩いていけそうだな、ここ歩いてきた、ここなんですよ。ちょっと気になる場所っていうのがね、あ、やっぱ見れるんだ。わ、ほら見て、滝のようにこう川が流れ落ちているの分かります。でね、今度こっちもね、うわ、めっちゃめっちゃ続いていける、ねえ、ここですよでね、もうすぐ真横がね、国道212号線でございますけど、ちょうどこれ橋になってました。ほら、川が流れてる、道が流れてるでしょほら、ここんなとこ誰も知らないでしょ、大丈夫かな、よいしょ、ほら、めっちゃいい、めっちゃいい、ほら、めっちゃ良くない、これ、あのね、あ、穴場じゃない、ここで。ちょっとね、ちょっと上見てくださいよ、上、ほら、線路というね、うわいや、これなんかポッと目についたんですよ、まだ高校で、こんなのが一瞬で目ついてね、ほら見て、線路ね、線路の下に川が流れてまして、うわ、どうも、びっくりした、びっくりした、うわ、マジ線路だ、うわ、ちょっと待って、ちょっとさ、上になんか歩いていけそうなので、ちょっと歩いていきますよ、よいしょ、うわ、ビビった、マジセルロ、すげえすげえ、あのほら、振り返ってみると、ほら、ね、川の中でこっちも、うわ、なんだろう、ここ、うわ、面白い、え、うわ、なんか紐がついてた、これ観光できるのかな、うわっ、うわ、めちゃくちゃ不思議、すっごい穴場だ、穴場ですね、こんなビビった、マジで、さっきほど電車から来た時、うわっ、
ごいいいよ、すごい。ちょっと見て、ほら、めっちゃ川が、ほら、ねえ、やっぱ私がパッとこう睨んだ通りに、すげえ穴場だ。川のせせらぎがすごい滝のようにほら流れております。上からずっとね、すごい穴場じゃないここね。えもうこんなほらギン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 めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。ちょっとほら、すごい流れが、ほら川が、あ、でも結構水流れてますね。いやー、でこの上から流れてくる水がね、下の川までで、ね、繋がってるんですけど、この水の線路ですね。でちょっと下に見えておりますのが国道202号線でございますが、うわいいなー。ちょっと皆様、川のせせらぎ、ね、お水の音色を聞きながらね、お水に癒されてください。このお水の音にね、ほらでね、透明度が高くすっごい綺麗。やっぱ山水はねすごい綺麗ですよ。うわーすごいね。見てよ、ほら、この、うわー、いいなぁ、ねえ、ずーっと長野を捨ててまれますけども、あ、これ、これ、これ、うわ、すげえすげえ、いや、びっくりしたけど、うわ、めちゃくちゃ綺麗でしたね、これ、面白いや、でも、すごいとこ。うわ、でも本当あの、本当、マジ綺麗ですけど、あの、なんかこう観光名所的なね、感じにすればいいのにな。うん、ちょいちょい。うん、ちょい。うわ、こんなか紐が。やっぱ誰か見に来てるんだ、ここ。でけ、これ穴場ですよね。めっちゃいいもんだって。めっちゃ雰囲気いいですもん。よいしょ。ふっ線路を気に入って、よいしょ、いやーマジでマジですごい、すごくいい、ほんといい、もうほんといい。はい、じゃあちょっと一旦国道に戻りますね。よいしょ、よいしょ。はい、と国道に出てきましたけども、うわーマジすげえ。ちょっとあのね、今ちょっと車来てないな。ちょっと全体的にこんな感じで、うわうわ停車、来た来た。行くよ行くよ、ほら、ゆーすごい。こっちから見てもね、この景色がね、私目についたんですよ。ちょっと画面グッと戻し、この景色がね目について、そう、車を止めてね、突撃ぶらり散策ということでね、したんですけどもね、今度はこちらね、国道212号線沿いから、はい、線路を眺める形でね、見ておりますが、うわーマジで綺麗、すーごい綺麗、見て、こんなとこに突っ立って、車ポンポンしてるから、怖いなぁ、うわーすごいすごい、
はい、ということで、ちょっとね、パッと動くと、不動線を相当中にね、はい、私、これ、パッと視界に入ってね、突撃ブラリー探索ということでね、今ね、撮影しました。ね、いかがでしたか？ね、こんなとこもあるんですよ。だから、向こう方面がね、天ヶ瀬温泉です。だから、天ヶ瀬温泉街から、走行してきて、途中、ジオンの滝という、まあ、道の駅ございますので、だから、右手にね、それを通過して、車で2、3分ぐらい走ったところかな。ちょうどこのね、赤い子なんかな。なんでしょうね。してね、こっち側にはなんかちょっとこうした、こうなんかご自宅かな。家もありますけどもね。ということで、ね、皆様、いかがでございましたか？ご覧いただけましたでしょうか？はい。ねえ、絶好調アラッキーの突撃ぶらり散策ということで、まあね、はい。ねえ、撮影しに行ってきましたけどもね、うわ、これでも思った以上に良かったな。すごいなんか雰囲気が良かった。ただただ単にほら、流れてる川だけですようにね、あんな感じでちょっと、まあ、例えば線路があったり、岩肌とか岩で岩の隙間を流れていくような、この穴場的なね、ああいったこの水の流れがあると川がね、すごくこう、まあ、魅力的だなと、はい、感じておる次第でございますよ。はい、ではね、皆様、よろしければいいね、グッドボタンを押していただければと思います。そしてね、チャンネル登録、お願いいたします。地味で緩いね、ほんと動画ばかりを撮影しておりますけどもね、楽しいんですよ。でまだおじさんだから、まあそんな派手なこともできないですから、まあこれ後もね、まあこうやってゆるりとね、撮影して回ろうかなと思っております。はい。でもこの大分県って本当に面白い。わ、あのはしごというこの階段もずっと上がってるな。その不気味な感じでね、登ってみたい気もしますけどもね。いや、はい。で、今駐車場でもないですけど、広っぱに到着いたしました。ここもね、目の前の川なんで、ちょっと見てみましょうか。すごい広い大きなね、川でね。うおー、すごいすごいすごい。今、ボロ車止めてます。ボロ車よりね、ぐーっとカメラをね、はい、ぐーっと、ほら。どうです、このロケーション。いいねー。ちょっとほんと、本日はめちゃくちゃこう曇り空でね。はい。ちょっと空の色合いは映えませんけども、まあちょっと見てください、この川のね、このね、自然のこの大地。これ。流れよね。どうですか。ねえ。はーい。はーい。ということで、ねえ、絶好調のアラッキーからでした。では、皆さん、またねー。地味でいいでしょう。ねえ、はい。では、また。はい。